渡辺橋、渡辺橋は、大阪市北区の道島側に架か,かる四つ橋筋の橋。何和の名橋五十線にも選定されている。南詰めで中野島通りの地下を通る京阪、中野島線の渡辺橋駅と四つ橋筋の地下を通る大阪メトロ四つ橋線の日後橋駅が連絡する。車道は北駅一方通行で、頭上を、 阪神高速11号池田線の上り線が横断しており、北詰めの東すぐのところに阪神高速1号環状線の同時参り口がある。渡辺橋の名称は古代から中世の文献にも見られるが、当時は現在の橋とは異なる位置にあったとされ、古代から中世文献における渡辺橋の正確な位置もはっきりしない。現在の地に橋が最初に架けられたのは、 江戸時代で同島開発の一環として架けられた5つの橋のうちの一つである。渡辺橋の名称は古代大阪の渡辺津から取られたとされている。橋は1885年の淀川大洪水で流出。1888年にイギリスから輸入された鉄橋に架け替えられた。その後、大阪市電南北線建設と第一次都市。 計画事業による道路の拡幅に伴い、それぞれ掛け替えられている。現在の橋は、地下鉄四つ橋線の建設と高潮対策の二つの理由により、1966年に掛け替えられたものである。1991年には、歩道部の改装が行われた。2003年に橋面と高欄部の改修が行われたが、その際、1966年に掛けられた。 当時の親柱が橋の南詰東側に保存された。東橋とタイになる日後橋と合わせた検証費も同じ場所に設置されている。渡辺橋国土交通省近畿地方整備局大阪国道事務所2020年7月11日閲覧ありがとうございます。